ドキャスト。はい、こんばんは。クリームノイズケーキポッドキャストですと。はい、12回目ですね。はい、ザ・グッドアスト。はい、今回一人会でございます。はい、そうですね。キャプテンがちょっとスケジュールが合わなくてですね。今週は私一人になりますと。はいはい、そんな感じでね。ワクチン2回目打ってきまして、無事に2回打った人になってきたんですけどね。副反応としてはですね、特に磁石はつかないですね。うん、磁力は得てないです。はい。あと、何ですかね、2.5G ぐらい入るかと思ったんですけど、それもなさそうですね。はい。症状としてはですね、打ってから2日後ぐらいかな。うん、急にね、38度ぐらい熱が出てね、38度7分ぐらい、急にポーンと熱が出て、結構しんどかったんだけどね、うん、風邪薬飲んで寝てたら、一応平、その日のうちに平熱まで下がってね、一応なんともないっちゃなんともない感じというか、うん、なんか風邪ひいたのかなって割にはあんまりしんどくないしってぐらいのしんどさでね、うん、済みましたね。はい、一応まあ打ってからね2週間ぐらいで安定してくるらしいので、はい、早く2週間経たねえかなと思いながらね、できるだけ外出しない日々を送っているわけなんですけども、まあね、なんかデルタ株とかだと、なんつうんだ、いわゆるこう予防にはならないみたいなね、ブレイクスルー感染みたいな形で2回目打っていてもかかってしまうみたいなのを今に最近ニュースでやってますけどね。うん、まあでも打つことによって重症化するってことはほぼないみたいなので、そうですね、やっぱできるだけ打った方がいいんじゃないですかと私は思いますね。うん、やっぱり安心感が全然違うしね。うん、そしてやっぱりこのコロナの大変なところっていうのは、やっぱり相手に移してしまうっていうのがね、無症状とかね、そういうもので相手に移してしまうっていうのがやっぱり自分としては一番厄介だなと思うことなのでね。うん、やっぱりなんでマスクしてるかといったら、自分たちを守るためじゃないんですよね。人にうつさないためにマスクしてるっていうのがでかいと思うんでね。うん、そういうのを考えると、やっぱりさっさとワクチン済ませてね、できるだけ重症化しない状態で、うん、生活したいなとは思うんですけどね。うん、まあだから、やっぱりこう日本はね、PCR 検査がどうしても有料だったりとか、やっぱなんだろうな。まあ、例えて言うならアメリカだと街角検査みたいな感じでね、ちょっと風邪っぽいなとか、ついこの間ちょっと出かけてきたんでみたいな理由でね、無料でこう PCR 検査をやったりするんだけど、やっぱそういうことをどんどんしていって、うん、やっぱ陽性率を下げていくしか方法はないと自分は思っているので、うん、日本も早くそういうことをしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱりね、陽性率が 7% を超えてるって時点でかなり異常な状態で、うん、相当市中感染も起きてるだろうし、やっぱりね、うん、いわゆる無症状の人がバンバン多分今日本って出歩いてるので、どこで移ってくるかもう分からなくなってますよね。うん、だからまあ、日本っていうのはずっとクラスターを追っていてね、例えば、はい、かかりましたと、連絡して、どこでかかりましたかと、何かかかる可能性があるところでありますかと言ったら、まあ、飲食店でね、ご飯を食べましたと、4人ぐらいでご飯を食べてましたって言ったら、じゃあ、その時、じゃあ、マスクとか外してましたかって言ったら外してましたってなって、まあ同じ席に座ってた人たちに連絡が行って、マスク外してましたかと、体調の変化ありませんかみたいな形でね、そうやってクラスターをこう追ってたわけなんですけど、まあ日本だと今現在だいたい約3割って言われてね、クラスターで追えてるのは、あとの7割近くはもう経路不明って形になってますから、そう考えるとやっぱりもうこのやり方じゃダメだろうしね、うん、どんどん病床は逼迫してますからね、大変だなと思いますね、やっぱりね。だからその何ですかね、なんとなく日本っていうこの国のムードですね、ムードでなんとかなっちゃう感じっていうのが非常に怖くて、うん、数字で何も解決してない感じっていうのは非常に日々感じますよね。うん、だからそうなっていくとね、どうしてもやっぱ自分は自分で守らなきゃいけないみたいなね、うん、いわゆる自助っていうんですか、なんつうんですか、ワンサバイバー的な状態になってしまうのでね、非常に不安でしょうしね。そんな中やっぱりオリンピックとかやってますから、うん、まあオリンピック
結局あれですね、なんか何ファーストでやってんだろうなって感じで思いながら見てましたね。自分は結構やっぱスポーツ観戦とかは結構好きなんでね、本当なら結構楽しく見たいもんだったんですけど、まあなんだろうな、オリンピックに思うのはなんで今年やってるかなってとこですかね。うん、単純に延期してほしかったですよね。もっといい状態の選手たちが見たかったですしね、いい状態のなんだ開会式閉会式見たかったですし、結局イベントとしてなんだろうな、やる意味っていうよりはやんなきゃいけないっていう感じになっちゃったっていうのがね、一番不幸だったなって感じがしますよね。うん、なんかアスリートファーストとか言ってたけど、アスリートファーストなんかじゃなかったよね全然ね。だってね、結局コロナにかかって出れない選手もいたりとかね、練習期間も全然ちゃんと取れなかったりとか、うん、で実際やってみたらね、日本の夏が暑いっていうね、うん、どう考えても暑すぎるでしょ。だってあれでしょ、結局なんか涼しいからっつって移動したさ、札幌のマラソンでさ30人近く1回で棄権してるわけじゃん。もうそんなにやっぱ異常だし、ね、うん、やっぱり日本の夏が暑くなってるのは確実なんでね、なんか運動に最適な気候とか言って誘致したやつらは確実に怒られた方がいいですよね。うん、やっぱオリンピック終わっちゃったんでね、ここで大事なのっていうのはやっぱ明瞭会計ですから、うん、ね、何でもそうですけど、何か食べたりしたらお金がかかりますから、そこの何がいくらで何がいくらなのかっていうのをちゃんと調べないとね、なんかこれぼったくられてんじゃねえかなって気は絶対すると思うんで、ちゃんと調べた方がいいと思いますねそこはね。うん、まあでもね、本当にだから競技としてはやっぱ全然俺見てなくてです、なんかやっぱ見る気があまり起きなかったんですけど、まあオリンピックって結局自分の中でですね、世界陸上とかなんだろう、サッカーのワールドカップもそうなんだけどね、深夜にやってると見るっていうものででして、うん、なんかこう深夜番組にしたらめちゃくちゃ面白いっていう感じのぐらいのポジションで、深夜にやってるとめちゃくちゃつけっぱなしにして見てたりするんですけど、こうやってなんかリアルタイムに近い場所でやられちゃうとあんまり見ないなっていうのが印象ですかね。うん、まあだから本当に結局アスリートのためのオリンピックでは少なくともなかったなというところなんじゃないですかね。うん、あとまあなんだろう、今回まあだから結局ハイライトとかね見てたんですけど、なんかやっぱスケボーとか、うん、サーフィンとかの雰囲気がすごい良くて、なんだろうな、こうトリックが成功しようが失敗しようがみんなで盛り上げていこうぜみたいな、ああいうなんかこうあんまり競技感のない感じ、あんまりギスギスした空気じゃない感じっていうのがやっぱりああいうストリートカルチャーが関わってる競技、まあなんだろうね、いわゆる X スポーツ的な BMX とかもそうだったけど、やっぱそういう雰囲気っていうのはその競技が持ってる雰囲気なんで独特のねものがあって、まあでも正直それをなぜオリンピックでやるのかっていうのはちょっと疑問だったりもするんですけども、うん、だからまああれだよね、ある意味冬にのオリンピックでさ、こうスノボーが入った時の最初の感じっていうところのなんかこうその中にある異様さみたいなところはすげえ良かったんじゃないかなと思いますね。うん、なんかインスタグラムとかでトニーホークとかフォローしてると、いろいろこうなんだろう、フィードが流れてきてね、あこんな感じでやってるんだっていうのもあったりとか、でもね本当にね、スケボーを流行らすんだったらちゃんとしたスケボーパークをちゃんと整備した方がいいんじゃないかなと私的には思いますよ。うん、それこそストリートバスケとか3対3とかやってましたけど、まあでもあの競技は見てて思うのが、本当に21点入らなかった時の地獄みたいな、時間内に入らなくなった後の地獄っぷりがなかなかすげえゲームだなと思って見てましたね。普通のバスケのきつさじゃ確実にないなっていう、うん、っていうのは思いましたね。まあでもそういうのも含めてやっぱり街にそういうところがなくなってるじゃん日本って逆にって思うんですよ。うん、俺が覚えてるんだと海浜幕張にね、こうバスケをするスペースがあって、高校生の頃とかよくそこにね、ああ俺高校の時野球やったりバスケやったりしてたんですけど、時にこう友達とね時間合わせて行って、そこでいろんな人と3対3をとかね、そういうゲーム形式でいろいろ遊びでいろいろやったりしてたんですけど、そういうものがやっぱなくなってっちゃったりとかしてる中で、こういうのが流行ってくるっていうのはどうしても、ね、だったらちゃんとできるとこ作んなきゃいけないんじゃないかと思いますよ。スケボーとかもね、やっぱりなんか違法になっちゃってますから、やってること自体が、うん、っていうのを考えると、やっぱこう競技として発展させるっていう視点で言うんだったら、やっぱりちゃんと整備した方がいいなと私は思いますけどね。やっぱね、街中でやってたら普通に警察呼ばれたりしちゃいますからね、スケボーたちね。夜こううるさいとかよく言われてますけど、だったらこうちゃんと夜もね
夜間できる場所を作ったりしたらいいんじゃないかなと思ったりしますよね。やっぱこう公共の場所でそういうストリートスポーツができたりするわけですから、うん、そういうところも含めてやっぱ環境が悪いっていうね。だから分かりやすく言うと、みんなプロになった時に結局やっぱ日本から出てっちゃう形になっちゃうっていうのがでかいのでね、うん、そういうのも含めてやっぱりそういうのもやっぱ整備していかなきゃいけないんじゃないかなってところも含めてやっぱり、うん、だからそのなんだろうな、お題目は非常にオリンピックっていうのはね非常に大げさなものなんですけど、やっぱり所詮テレビ番組なんだなっていうのはそこら辺でも感じましたね。やっぱやってる形っていうのが大事なんだなと思いますよね。うん、だからやっぱりこうなんだ、なんで昼間になんで午前中に決勝戦やってんのとは思いますよ。選手のコンディションを考えたら絶対涼しくなってからの方がいいだろうし、そういうのもやっぱ考えられてないなって感じが、うん、結局何ファーストだったのかなって感じがしますよね。まあ結局無観客だったんだけどね、ある意味無観客で良かったんじゃないかなと思いますよね。あれ多分観客いたら熱中症とかすごいぜ多分、うん、無観客で済んで良かったねって感じが若干しますよね。うん、もし無観客じゃなくてお客さんいたら多分あの有明会場とかすげえ熱中症とか出ちゃったんじゃないかなって気がしますけどね、うん、まあだからね、なんですか、2人で話した時も話しましたけど、開会式見ててもねやっぱこうテーマがないよね。うん、開会式も閉会式もまさにそんな感じだったけど、テーマがなくて非常にこうぶつ切りの、とにかくこうなんだクールジャパンっぽいものっていうのがこう羅列されるだけな感じっていうか、なんか俺印象としてはなんかこう FNS 歌謡祭とかさあるじゃん、テレビ番組の歌番組のちょっとでかいやつみたいな、うん、だからなんだ紅白歌合戦のさ歌と歌との間の出し物とかさ、なんかそういうものに近いものを感じてなんか見てて恥ずかしいなって気分だったんですけど、結局やっぱりなんだろうな、そこもやっぱり何ファーストだったのかなっていう気がしますよ。アーティストファーストじゃなかったねやっぱりね。うん、文春の記事とか読んでも何がしたかったのかみたいなね、うん、前にも話したのミキコさん、ミキコ先生案みたいなのを見てても思うのが、本来こうやりたかったアーティストに対していわゆるこう事情だよね、こう鍵かっこつきのさ、こう大人の事情がどんどん出てきてどんどんこう変更されていってさ、うん、どんどんこう、まあ、言えたら中抜きされていって、こうここはこうしてくれ、ここはしてくれっていうのが入ってきて、どんどんこうコンセプトに合わないものになっていくっていうさ、うん、そうやってコンセプトが中抜きされていくっていうのは本当にまさに今の日本の状況なんじゃないかなと思いますしね。結局要は作り手に対して非常に優しくないなっていうね、うん、要はやっぱりクリエイターの人たちと何かを作ってる時にやっぱりさ、自分たちは何かを表現したくて一生懸命こう何かを作った時に、ああごめんそれはちょっとね使えないわとか、俺ちょっとねこの人たちと仲いいからこの人たち使ってよみたいなところとかをね入れられちゃうと、どんどん要はその最初表現者としたものがどんどん離れていくわけなんで、うん、そういうのがまさに、まあだから本当にあれが象徴すべきある意味日本っぽい今回出し物だったんじゃないかなっていうのは、ね、開会式閉会式見てて思いました。うん、だから本当になんだろうな、なんだろう、クールジャパンとか言ってたけどね、なんかあの記事でもありましたね、あのドイツの人が上げている記者の人でしたっけ、なんか上げている記事があって読んだりしたんですけどね、クールじゃないジャパンっていう文字がまさにぴったりだったんじゃないかなと思いますね。いやだから結局ね統一感とかなんもないじゃんっていうね、ゲーム音楽使ってるけどプラカードはね漫画の吹き出しだったりとか、ああいうなんかああいうちぐはぐさってすげえムカつくじゃないですか。うん、やっぱだからさ、なんだろう、まあゲームもなんだろう、アニメーションも非常に好きでよく見ますけど、なんか自分の好きなものが雑に扱われてるような感が非常に感じてね、俺はなんかすげえ嫌な気分だなと思ったんですけど、分かってなくないっていう、うん、そのコンテンツのも全然よく分かってねえじゃんっていう、なんかこうお触りなんだよね、全部触りだけっていうかさ。だから本当に思ったのはこう使われて非常に喜んでる人たちもいたけども、それでいいのっていうさ、うん、都合よく使われてないみたいな、なんか都合のいい解釈だけで出来上がってるなっていうのを今回非常にいろんな場面で思ったよね。まあだから一番わかりやすいのは何だろうな、多様性みたいな言葉本当に今使うようになって、うん、価値観のアップデートだとかなんとか言いますけど、その多様性だって非常に都合よく解釈してる感じとかね、ね、だってね同性婚はダメでさ、ね、名前も一緒にしなきゃいけなくてさ、
人種差別もバンバンあって、そんな中で いわゆるこうあえて大坂なおみ選手を最後に使う感じとかさ、でまあノンバイナリーだったりする人たちの曲をバンバン使ったりとかするわけじゃん。それって非常にちぐはぐですしね、うん、全然 OK になってないじゃんっていう、そこどうなってんのっていうのが非常に、うん、分かりやすい感想としてはあるんですけど、だからこうやってる感だけっていうね、うん、多様性を僕たちは認めますよって言ってるけど全然認めてないじゃん的なさ、うん、要はいろんな人がいていいよねって言ってるけど全然良くないみたいです。鍵括弧付きのね、都合のいい解釈で非常にいろんなものが進められちゃってるなって非常に思いますね。いわゆるやっぱムードが大事なんですよ、やってる感みたいな、うん、でも実際別に認めてないっていうところをね非常によく感じましたね、このオリンピック期間に。非常にでもまあ逆には日本っぽいなっていうね、うん、まあそのオリンピックを開催すること自体にやんなきゃいいじゃん今の状況だったらと思ってたり したんだけど、まあやることによってね、なんだろうな、こう非常に今きつい精神状態でいた人がオリンピックを見ることによってちょっと楽になったりとかするっていう効果はずっとあると思うんだけどね、そこも含めてやっぱりね、なんでそうなっちゃってるかっていうところをやっぱもう一回考えた方がいいんじゃないかっていう、やっぱねちゃんと社会のせいだと思ったらちゃんと社会のせいだって言った方がいいよっていう、ね、うん、自分たちじゃ何にも変わらないから、ね、自分たちだけじゃん、やっぱ社会が変わっていかなきゃいけないんじゃないかっていうのは激しく思いますよね、うん、そこは素直に認めた方がいいよね、うん、俺たちがダメだからいけないんだっていう、なんですか、いわゆるネオリベ的な、あの、自己責任的なものっていうのは、ある意味簡単に言いやすいんですけど、うん、もうそこじゃないよ。うん、もうそこで、ああだこうだ言うところは終わったよなって思いますよね、見せてね。うん、だからやっぱりね、都合がよくできてて、結局、なんだ、ゲーム音楽も漫画も、なんだ、いわゆるクールジャパンってやつは、何も表現してないっていう。そういう人たちが何を表現しているのかっていう。だから本当になんか一番もやもやしたのは、あのアニメキャラクターが日本代表を応援してるっていうね、なんだ鉄腕アトムとかセーラームーンとかやってたけど、彼らは何と戦ってるんだっていう、ね、日本を応援する人たちなのっていう、なんか世界を救ってたんじゃないのかっていう、うん、そういう人たちが日本代表だけ応援するのっていうさ、それってもうさ設定とかをよく分かってないよね、漫画自体を読んでないよね、その原作だったりアニメーションだったり見てないよ、ね、彼らは何から守ってくれてるのか、何から救ってくれてるのかっていうのをよく見てないよね、うん、だから結局なんかオリンピックの中でさ、その俺たちが好きなものが使われたりした時に本当に分かって使ってるのかっていう、どういうものとして使ってるのかっていうのを非常に疑問に思ったし、いや本当にね、なんかスカスカだなっていう、いわゆる形だけ、うん、まあだからテレビ番組なんだよね結局ね、いわゆるできるだけ多くお金を払ったスポンサーが優先されて、できるだけお金を払った会社にお金が行くようになっているっていう、すべてが中抜きな、てかまあお友達な感じっていうか、ね、うん、これって非常にヤクザっぽい社会なんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、使われてるアーティストもね、閉会式とか分かりやすくソニーミュージックの人たちばっかりだったのは、多分ソニーミュージックがしっかりお金を払っていて、こういう風に使ってくださいと風にやってるからだろうしっていうのあるしね。まあだからミュージックステーションにさ、事務所の枠が分かりやすくあるわけじゃん、ね、この事務所から何組出してみたいなさ、そういうのも分かりやすくやってますからね。うん、てかまさに本当にテレビの延長だなって感じでね、はっきり言ってテレビ番組を見せられてる気分でね、うん、だったら見るな、うん、いやだったら見ないっすっていう感じですけどね。うん、そんなことも含めてね、なんかこう見てて非常にもやもやしながら2週間過ごしたなって感じですね。うん、だからこう結局そのアーティストのクリエイティブコントロールとさ、いわゆるそのうまくやること、その折り合いをつけていくことっていうのがさ、非常にバランス悪くなってるなって感じが非常にしますよね。うん、何が作りたくて何をやりたいのかみたいなところから非常に離れてってしまったなっていうのが、ある意味日本っぽい今の感じなのかなっていう、やってる感っていうさ。まあだからさっきのコロナ対策もそうだけどさ、結局やっぱり PCR 検査を増やすしかないわけで、ね、家で自宅療養してくださいとか言ってるけど、まあだからなんでそういうこと言うかっていうと、結局カウントされないんだよ。自宅療養でいたら、いわゆる肺炎のチェックができないわけじゃん。うん、
いわゆる中等症以上は中等症の1、2があってみたいな話をしてますけど、結局肺炎かどうかっていうのをチェックするには CT 取ったりしなきゃいけないわけで、そしたらやっぱ病院に行かなきゃいけないわけじゃん。いや、そこからまた家に帰すっていう形になるわけだから、うん、そうするとやっぱこうカウントされないんですよね。だからよく何ですか、大丈夫じゃないっていう人たちがその重症者数が少なくなってるとか死亡者数は減ってるみたいないうことなんで言ってるんだけど、それって結局カウントされないだけなんだよね。うん、重症っぽくなってる人たち、いわゆるこう調べたら重症でしたって人たちがカウントされないっていうだけで、うん、実は全然いるんじゃないかなって気がしますよね。うん、だからこう自宅療養で死んでいく人が多分これから増えていった時に結局そこにはカウントされないわけですから、だからこう上げ下げも低いんじゃないかなっていうね。うん、まあそのさっき言った無症状の人たちがどんどん歩いてることを考えるとね、日本とか大体今何ですか、予想だと7万人ぐらい感染者いるんじゃないかって言われてるのは、結局陽性率が下がってないっていうね、さっきの話に通じてくるわけなんでね。うん、だから結局カウントしないだけっていうね、まあ、見ないようにしちゃってるだけっていうのは本当にまさに今日本っぽいですよ。うん、だからホームレスの人がいるのにさ、いわゆるベンチとかを撤去しちゃってそこにこう入れなくするみたいなさ形に結局なっていくわけじゃん。で結局要は綺麗綺麗してるけどそこだけ綺麗っていうさ、なんだろうな、部屋の隅の押し入れに汚れてたものを全部押し込めて隠して友達を呼ぶみたいな状態がこの今やってたオリンピックだったりするわけだから、本当にね、なんだろうな、根本の解決には何もなってないので、後でツケが回ってくるんでしょうねって感じで、そのツケを払わされるのが俺たち国民だってことをね、忘れちゃいけないよなって思いますね。だからなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだよと思いながら生きてますけどね。だからそこも含めて自己責任ではないですよ。うん、ちゃんと考えましょう、社会をね。社会のシステムが悪いんだったら、そのシステムを批判しなきゃいけないですよ。うん、俺はいいよ、このまま死ぬって人もいるでしょうけど。うん、一回考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、システムに殺されていく形になってますから今完全にね。うん、だから結局さ、なんかさっきも言ったけど、偉い人から見た都合のいい社会にしかなってないから、うん、結局権威主義じゃんみたいなところになってっちゃうからね。うん、だったら売れてみろとかさ、だったら成功してみてっていうのはさ簡単だけどさ、いやそうじゃない人たちがどう生きるかの方が大事じゃないってさ、なんでかというと成功しない人の方が多いから数としてって、うん、そういう人たちが安心して生きる社会が必要なんじゃないかなと思いますよ。うん、だからまあ結局何かを作ってさ、例えば音楽作ってる人に関してもさ、なんで売れないかって考えた時に社会のせいを考えた方がいいですよね。うん、いや売れてるものは売れてるからっていうのは簡単なんですけど、単純に今日本人お金持ってないよねってところを忘れちゃいけないなと思いますね。うん、単純に1ヶ月生活しててどれだけそういうものに回せるかって考えたときに、やっぱりもうちょっと給料はいい方がいいんじゃないかなとか思いませんか。うん、ね、10万で生活してて足りないんだったら20万欲しいなと思うじゃないですか。じゃあなんで20万にならないんだろうっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、今やれてるやつがいるんだからそいつらを真似すればいいんだみたいなやり方を言いますけど、うん、分かりやすく言うとね、節約とかダイエットできる人っていうのは基本的にお金持ちですから、うん、そこにやっぱ余裕がない人たちっていうのがいますからね。心に余裕がない人はダイエットなんてしてる理由ないですから、うん、お腹を満たすだけで必死ですからね。だから分かりやすくフィットネスとか見たら分かるけど、基本的にいい体をしてるっていうのは金持ちですよ。うん、そこに余裕がある人たちですよ、やっぱり。うん、そこに余裕がない人たちはそこにお金かけれませんからね。だから基本的に安い食事をとって太っていくっていうのは、うん、だからなんだろうな、本当に日本も含めてアメリカっぽくなってきてるっていうのはそういうとこもあるんじゃないかなと思います。はい、脱線してしまいましたね。はい、結局何が言いたいかというと、オリンピックの閉会式とか開会式とかはクソつまんねえテレビ番組でしたねって話でしたね。はい、そしてワクチンは打って2日後ぐらいに熱が出るんで皆さん気をつけましょうということでね。はい、一人担当会は基本的に一人喋りの会なので、はい、音楽ニュースとかちょっといりませんでしたけど、はい、楽しく音楽を聴いたり、何ですかね、エンターテインメントを楽しめる時代が来たらいいですね。今、そうじゃないってことが明確なんでね。結局エンターテインメントの出番は結構私は社会の中で最後の方だと思うんでね。うん、不要不急って言われちゃう気持ちもわからないではないですが、基本的にないと生きていけないものなのでね。うん、基本的にあれですよ、偉い人たちは自分たちなんか助けようなんてしてくれませんよ。
それは忘れちゃいけませんよ、やっぱり。うん、基本的に強者は弱者に厳しいですから、うん。そして弱者は弱者に厳しい状況っていうのは本当に良くないですよ。はい。そんなこんなで今週のクリームノイズ、ここで噛んでしまう。クリームノイズケーキポッドキャスト。第12回でしたね。はい、ありがとうございました。ザ・グッドアースでした。さようなら。クリームノイズケーキポッドキャスト。